ご視聴ありがとうございます。運用離脱をしていた AB3 編成の部品取りが2月18日頃から本格的に始まりました。撮影日の2月27日では、ロゴマークやヘッドライト、パンタグラフ、行き先表示板などの撤去が確認できました。おそらくこの編成が一番最初に解体が行われると思います。そして3000系です。デビューまで1ヶ月を切ろうとしていますが、ラッピングなどはされておらず、1月の試運転がされた時から変化は見られませんでした。そろそろ3000系についての詳しい発表が公式からされてほしいですね。引き続き、伊豆急に関する動画を投稿していきますので、興味がある方はチャンネル登録、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。